もち、どうも知らんの、しりと、ナワルト、ユータクスです。さて、国旗だけでクラブチーム当てよ。まあ、今回ですね、タイトルの通りでございまして、まあ、問題の内容が、いつもやったらスタメン発表の時とかに、選手の名前がそれぞれポジションに当てはめられて出てくると思うんですよ。そこを、国旗になります、今回。その場所は国旗になるんで、その国旗、11の国旗を見て、フォーメーションの並びとか、そういうのを見て、これどこのクラブチームかっていうのを今回、当ててもらいます。なるほど。ここだけ質問していいですか？はい。それのデータは最新ですか？いい質問するなぁ。まあ、今回そのスタメンが11人出るわけなんですけれども、年代とかは特に決められてないと。なるほどね。なんでそれを見て、いつの時代かなっていうのも予測しながら、はい、回答はまあとりあえず1回と。はい。で、まあ全員が答えて、それでも外れてたと。なった場合は、回答権復活と。かしこまりました。いう感じでやっていきたいと思います。はい。それでいけ。マジ。マジマンジ。それでは参ります。はい。はい、はい、シリュー2番正解やれた。まあ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 、マネとやっぱエジプトがもう右前にいたんで、もうこれはもうサラーしかいないと。マジで分からへんか。じゃあ続いていきます。はい、次はこちら。はい、はい、戻す。レアルマドリード。はい、正解です。レアルマドリード。時代で遡らない関係がちょっと気が難しい。そうね、その時間で次は続いてまいります。次はこちら。え、そういうことか。マジで分からん。あ、はい、はい、この突然パリサンジェルマン。一般流すでしょ。 PSG って書いてない。ああ、そう、 PSG。 やったー。どうした、お二人。タイミング一緒なんですよ。わかるタイミングはね。譲ってるか。譲られたらね。じゃあ攻めていこう。じゃあ次のお題。はい。じゃあ。はい。うわぁ、頑張れ。あ、よかった。どちらも取ったな。はい、正解です。正解は。で、なる。取ってなかった。そういう一人だけ、ちょっと。違う国のね、あれは出てると。特徴だとやっぱね、わかりやすいよね。じゃあ続いて。はい、行きます。じゃあ。あ、はい。はい、今2。マンチェスターシティ。もう、結構。ダボス。すごいね。左セントラルデブルイネです。ベルギーのマグロ。で、セントラルもう一人ドイツだったんで、ギュンドワンでしょ。いや、ダボス、ダボス。どうした、シリュウさん。時代がわからんけん、やばいな。時代が難しいからね。確信元ですよね、言っていいかもしれない。じゃあ続いて飲んでいきます。はい、続きましてこちら。はい、はい、分かった。多分けど、バイエルミュンヘン。バイエルンだ。バイエルン。ああ、いや、ドイツの数で。ドイツ、もうドイツのあんだけあったらドルトムントかバイエルンしかないから。はい、正解です。飲み物いいところやね、結構。一人の選手でしか俺サッカー見ないんですよ。チームで見なきゃ。続いていきます。はい、シャッ、スリーバック、スリーバックだ。ノルウェーを。あ、はい、はい、ドルトムント。はい、正解。あ、ノルウェー出てきた。ドルトムントスリーバックなんや。いや、そう、初めてした。俺フォーバックと思った。続いて問題まいります。はい、シャッ、あれ、あれ、ジュゴン。あ、はい、はい、ドルトムント。ナポリ。ナポリね、正解。ナポリは絶対分からん。センターフォワードのポーランド人がミリックなんで。どっちか絞らん。即答やけど、ミリック。はい、次の問題は。はい、はい、はい、今出せ。残念。うわー、じゃあ違うわ、終わった。どこでやけん、弁服言ったやん。面白い。じゃあそれ理論で。はい、え、ポルト。それって日本人折れちゃうんですか。いや、スタメンに入ってない説ない。うん、それはあると。あ、やばい、今出てきた。そうだった。いや、まだ全然なかったと思う。はい、レアルソシエダ。残念。はい、早い、今出せ。オルバーハント。もう正解なし。トラオレか。トラオレ。確か中盤2枚がポルトガルやけど、ユーキーニョともう一人の名前する。ネベス。ネベスだ。
次がラスト問題。ラストっすか？早っ。じゃあもう妹さんが無双してたんで、もうじゃあ我々はもう厳しいってことですね。この1問の最後取ってももうこれは厳しいと。まあそういうことやね。と思うじゃないですか。はい。まあ今回ですね、最後の問題を成功したという結果を出した人が優勝でございます。よかろう。それが一番わかりやすいけど。そういうことですよ。じゃあ行きます。最終問題。いや。それでは行きます。はい。おい、シュウさん。めっちゃ大変。めっちゃ空気良かったっすけどね。こいつ多いな。こいつ考えてもわからんけど、おしゃれ消すと。こいつイングランド多すぎるやろ。はい。はい、どうぞ。残念。はい。おい、ダブル。じゃあ、ヤックス。残念。いやー、はい。ここよ、ヤクスが。チーズ。残念。オランダにいるか。キーパーオランダやけん。はい。はい。フェ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 ンド。オランダの中でもっとあったよ、フェンド以外に。はい。はい。ブライト。ブライト。残念。じゃあ、ヒント。はい。一文字目。の。はい。はい、主流。ノーリ。正解。おい、ヒムじゃねえかよ。あ、俺好きやったな、ノリッチ。ノリッチでございました。優勝、私です。素晴らしい。まあ今回この優勝挑戦みたいな結果を締めたのもやっぱりノリッチを知ってるか知っていないか。なんだそうね。まあそこが勝敗を分けたのかなと。まあね、今回ね、まあノリッチ知ってたよっていう人はぜひですね、チャンネル登録、高評価の方をまた、やってみて何問で成功したかっていうのをコメント欄で教えていただけるとありがたいので、ぜひそちらもお願いします。お願いします。じゃあ次回の、ワールドカップでお会いしましょう。バイバイ。